なるほど。これ割と長い再建版だけど、どうしようかな。ちょっと30分以内に収めたいんだよな。行くわよ。あ、でも大丈夫なら今のうちだぞ。さあ、いただくわ。だから同じ皿のこう、やっ、割とこれ難しいな。このスティックでやるのが割と難しいですよね。これ多分タッチ操作の方がやりやすいのかな。多分携帯モードの方がやりやすいと思う。少しはできるみたいに。これでどうだ。緑次これ稲荷か。で、貯めてスキルをサブを。何が想定内だ。押し返すぞ。これ強えな。何が生きな。まだわからんぞ。いて。まずい。この私が。よっしゃ。これ強かったな。あんだけ寿司食べりゃ満足するやろ。これちょっと遅かったね。でもこれバトル自体はすげえ短いわ。よし、まあ食べ物には困らねえからな。行くわよ。ずっと寿司食えるってすげえな。でもある意味待て武蔵きついの。お誰、あ、出た小次郎。小次郎、ポケモンの小次郎そっくりだなこれな。お前などいて。なんですって。うん、そしたらいやな。うん、この手柄を元に腹いっぱいにね。小次郎知ったことか。俺は俺さえ良けりゃいいのさ。小次郎な、何？これはレーンドライブギア。武蔵よ。あ、バトルすんの？でもこういうキャラって後々なんかこっちに味方になって重要な役割になったりするんだよね。うん。レーンをタッチしたままあまり動かさず。レーン。でも心配無用じゃ。良いか。長押し。こんな感じじゃ。この間の借りは返すぜ。勝負よ。やった。あ、なるほど。レーンの動きが速くできるんだ。すごい。
ああよし。なるほど。ちょこちょこテクニックも入ってくるな、これ。あ、ライバル枠になるのか。見てろよ。さあ、勝負よ。難しいな。でもいいぞ。そろそろ本気出すぞ。そろそろ本気よ。おちょっと待ってこれ勝手に動くんだけど。終わったこれ多分対戦もできるんだよね、うん、131皿も食ったらもうなんかパンパンやぞレベルアップよ。神を連れた変なガキがいるってな。やれやれ。よし。私は武蔵。さあ。それぞれの寿司紙によってネタが違うのか。卵焼きだ卵だ、うまそう。あ、こうやって値段が増えていくのか。おいしい。うまい。やったスイーツ天国。よし、寿司ライカーは契約した寿司紙が増えるほど様々なスキルを使えるようになるのじゃ。なるほど。だがおそらく負けないわ。いやちょっと待って、本当に長いんですけど割と長いでござるよ。どうしようかな。ちょっとこのままやって2つに分けようかな。いくわよ。なに待てい。出たわね。行け。その名もスイーツ天国。それは。ほう。そういえば。いいか。こっちも持ってる。行くぞ。さ
勝負よ。スイーツ天国。やった。これあんまスティックでやるゲームじゃないわ、やっぱり本当に。何回も言うけど。よし、うん、チャンス。あ、違う。よし、よし、よし、うん、まだまだいける。まだまだだ。いい、弱っ。弱っ。この寿司祭りを起こす前に勝ったわ。アジじゃな。アジだ。アジもうまいよね。イントロじゃな。イントロいいね。うん、お、なにこれ。虎の巻。なに、よいか、これは。お、よし。うん、まあ、確かにタッチの方が多分これをやりやすいと思いますわ。うん、あ、高級猿の方が高くなるんだ。でも赤以上見たことないな。あ、寿司神のレベル上げないとダメなんだ。うん、覚醒すんの。そうなの。なるほど、 OK です。すごい。そして、うんうん、武蔵よ。あれがハマってるかもしれない。待て、隊長何体いんだよ。行け。クドリン。その名も電撃シュート。それはわざわざ教えるんだよ。なんですって。行くぜ。なるほど、そのうち増えてきたらいろいろまた編成とか変えないといけないのかな。かかってこい。この虎のやつなんか捕まえないと。いただくわ。待ってよ、ここ見てて。寿司祭りだ。余裕余裕。あ、早い。よし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 。スイーツ天国。おお。めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。それクレンサー。ほら、そんなことか。おお、なに。よし。おお、あお。やばい。それ、よくやって、決めろ。
よし、あ、結構危なかったな。危ねえ。レベルアップ。シールド。それは。行くぞ。あの隊長無能なんじゃないのか。あ、ここで割と中途半端な感じで終わったな。あー、なるほど。超回転寿司ストライカー。はい、というわけで超回転寿司ストライカーの体験版をやってみました。結構ね面白かったです。まあ買うかどうかは別ですけども。パズルゲームとしてもね割とよくできてたんではないでしょうか。まあ気になった方はね体験版をやってみてはいかがでしょうか。ちょっとオープニング始まりそう。まあやっぱりコントローラーよりも携帯モードのタッチ操作でやる方が、だいぶやりやすいと思いますね。やってみて思いました。はい。まああれだね、寿司食った皿で相手にぶつけちゃダメだぞ。あれ痛いからね本当に。まあそういうわけで、今回はまあ単発ですけどちょっと気になったタイトルだったんでやってみました。超回転寿司ストライカーでございました。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。